え？ベンさんですよね。わざわざすいません。いえいえ、全然です。俺、知りませんでした。K 自殺したんですね。厳密に言うと溺死です。本当に自殺だったのか、それとも事故だったのか、警察には自殺だってことで片付けられちゃいました。お兄さんはどっちだと思っているんですか？わからないんです。昔からあいつのことはよくわからなくて、友達もほとんどいなかったみたいです。だからあいつの口から人の名前を聞いたときはびっくりしました。俺のことですか？溺死ってもしかしてこの近くの湖ですか？そうです。あの夜家から抜け出して行ったみたいです。俺が初めて K に会ったのがあの湖です。ちょうど1年くらい前。何か落とし物ですか？何でもないんです。それが初めて会った時で、そこから話をするようになりました。ケイはそこで何をしてたんですか？
俺もそれが気になっちゃって、しばらく話してからもう一度聞いてみたんです。そしたら影を見ていたんです。影ほど不思議なものはないですよ。こうやってじっと影の中を見ていると、影の中にだんだん生きたものが見えてくるんです。生きたものの気配がしてくるんです。いろんな光で私はそれをやってみたんですが、月の光が一番いいです。なぜかは分かりませんが、この濃くて短い影が一番いい。そして立ち止まらないで揺れ動いた方がいいです。だからさっきも行ったり来たりしていたんですか？そうです。ずっとこれをしていると、これがだんだん自分の姿に見えてくるんです。もう一人の自分に。自分？はい、ドッペルゲンガーみたいな。影とドッペルゲンガー。私は月夜になるとこの二つに疲れるんですよ。この世のものではないようなものに。それに使っていると、だんだん現実の世界が自分の身に合わないように思えてくるんです。ずっと夢を見てるみたいな。昼間はそのせいですごく倦怠感があります。影は自分自身の姿に見えるだけでなく、だんだん自分自身の人格を持ち始める。そして私の方は、私の方の魂はある瞬間からスースーっと月からの光線を遡って昇天していくんです。シラノ・ド・ベルジュラックをご存知ですか？作家の？はい、シラノが月への方法を並べ立てるところがあるんですが、この方法はその中の一つなんですよ。ただジュール・ラ・フォルグの詩にあるみたいに、哀れなるかな、イカルスが幾人も来ては落ちる。私も何度やっては落っこちてるんですよ。K は変わったやつでした。そんですごい博識でした。あいつは昔から人間嫌いで、ずっと家に引きこもって本ばっか読んでました。そう言ってました、彼女も。俺とも相性悪くて、話すことはどんどん減ってったし、進学してからはもっと疎遠になって。でも蓮さんとは気が合ったみたいですね。まあ気が合ったかどうかわからないですけど、俺たちはそこからちょくちょくあの湖で会うようになりました。夜だけじゃなくて朝とか夕方とか。ばっかだね。すみません。そんなに月に逃げたいんだ。具合悪いの？私があんまり喉を通らなくて。病院行った？いや、いつものことなんで大丈夫ですよ。俺がまた東京に戻る頃に見た K はもう頬もこけて、だいぶ顔色が悪かったです。そうですか。ありがとうございます、蓮さん。妹のことが少し分かった気がします。
それにあなたのような人が K に行ってよかった。そうなんですかね。俺じゃなくてもっと K を支えようと思える人がいたらもっと違う結果になったんだと思います。ありがとうございました。今度お礼させてください。哀れなるかな、怒るせが、行くにも起きても落ちる。